はい、主要です。まあ、グルテンフリーってですね、よく聞くと思うんですけども、まあ、最近ではね、結構一般的になってきてる言葉でもあったりしますが、まあ、正確にね、何かなっていうのを理解してる人ってのはあんまりいないかもしんないんですね。それほど、ま、日本人の中でですね、まだそんなグルテンフリーの食事をするっていうのが一般的ではないですし、まあ、特にこうメリットがね、わかんないし、特にメリット感じてないから、まあ、小麦の消費量って日本人結構多いわけなんですけれども、グルテンって何かってその小麦の中に含まれてるタンパク質ですね、グルテンに対するこう反応がですね、自己免疫疾患を引き起こしたりだとか、ま、あこれは欧米に いセリアック病ってものですけれども、他にもこうアレルギーとか、それから過敏症みたいなやつをこを引き起こすっていうことで、小麦に含まれているグルテンっていうのはですね。結構こうまあ体の中でこう反応する人が多いっていことですね。だからグルテンがね。そのものが例えば腸であったりだとか。それからまあ腸の神経のね。炎症に関与しているっていうそういった研究結果が結構あるので、一応障害のある人っていうのはですね。まずこうグルテンフリーっていうのを試してみる価値があるよ。っていうことなんですね。グルテンフリーっていうのはそのグルテン食べないことなんですけどもまあ、グルテンそのものっていうのがですね。まあどう？ メカニズムででそののの腸に悪さをすするるかっていうのはある程度ですね基礎的なメカニズムっていうのがこう分かってきているってところもあるしあとですね今ではそのグルテンそのものがちょっと脳にもねこう影響を与えるんじゃないかっていうことが言われてるんですねまあこれはいくつかの観察した研究があったりもしますしそれからグルテンそのものがですね腸にこの悪さをするときに、まあ、ゾノリンという物質を出すわけなんですがそのゾノリンというのはですね脳にもこう悪影響を与えるんで、まあ、腸から伝導して脳にも悪影響を与えるだろうってことがまあ想定されていると ただ、直接ですね、そのグルテンそのものが脳にダメージを与えたっていうのを観察した研究っていうのは、まだまだこう少ないんですね。ただですね、今回ニュージーランドの研究チームが発表したものは、結構ですね、そのグルテンそのものが直接的なその脳に対するダメージとか炎症を起こすってことをまあ示した研究結果が報告されているので、ちょっと紹介したいんですけれども、マウスを使った研究なんですが、マウスにですね、まあ、低脂肪の食事ですね、まあ、脂肪分がこう10%ぐらいの食事と、それから高脂肪の食事、まあ、脂肪分が60%ぐらいの食事に、それぞれにですね、その グルテンを、まあ、どれぐらいこう足すかっていうところで、足すものと足さないものみたいな感じで、まあ、合計4種類ですね。高脂肪でグルテンある、高脂肪でグルテンなし、えー、低脂肪でグルテンあり、低脂肪でグルテン、えー、なしっていうみたいな、まあ、4種類の食事を14週間とってもらって、まあ、結果的にどんな風に変化していったかってことなんですけれども、まあ、まず基本的にですね、低脂肪の食事にグルテン足していっても、あんまり体型とか体重というのは変わらなかったんですね。だけども、高脂肪食にグルテンを足すと、まあ、なぜかね、まあ、体重とか脂肪の増加 っていうのがすごく多かったと、60%の脂肪食にグルテンをさらにオンするとですね、体重と体脂肪の量が著しく増えたってことだったんですね。ただまあこの研究のですね、その一番の注目点はその太るか太らないかというよりは、まあ、脳なんですね。脳の中を見てみたところ、まあ視床下部というところの場所を見てみたところですね。脳に特化して存在している免疫の反応というのがこのアストロサイトとミクログリアっていう細胞なんですね。 で、このアストロサイトミクログリアがですね、その支障株という場所で極端にこう増えていたと。 で、まあ、基本的にアストロサイドがミクログリアが増えるっていうのはですね、まあ、炎症が盛んになっているってこうサインだったりするもんですから、まあ、脳の死傷株っていうのはですね、血糖値のコントロールであったりだとか、それから体重のコントロールであったりだとか、まあ、いろんな代謝の機能をですね、コントロールするところだったり、まあ、食欲をコントロールしたりするところだったりするんですね。だから、まあ、グルテンの影響でですね、その死傷株の炎症反応が増えているということは、結果的にその炎症がですね、体重を増やしたりだとか、血糖のコントロールをおかしくしたりだとか、場合によっては脳の損傷ですね、記憶力を落としたりだとか、基本的にその ののの脳そのものををさせててててていいいいいいくくっっっううリスクがどんどんんん高まここととと意味しているんじゃないかということなんですねマウスで行ったんですけども、まあそのマウスの結果はね、人と関係あるのかって思うかもしれませんが、意外とですね、マウスと人って生理学的なところに関しては共通点多いんですね。例えば循環器系とか生殖器系とか消化系とかホルモン系とか神経系ってですね、結構マウスと人って似てるもんですから、まあ、マウスで起こっていることは結構人でも起こるよってことが分かっているので、こういった実験がマウスで行われているということなんですね。だから、十分人でもですね、同じよう グルテンを摂取するることによっってての,の炎症が起きている可能性まあ、理論的にもですね、まあ、グルテンっていうものは、先ほど言ったようにですね、腸でそのゾンヌリンという物質を誘導するんですけども、まあ、そのゾンヌリンという物質はですね、えー、脳の,その血液脳関門という場所をですね、まあ、通称 BBB と言いますけど、その BBB の鍵をこう開けてしまう可能性があると。だから、血液の中のですね、まあ、炎症性の物質だとか、毒素みたいなやつがですね、そのゾンヌリンが来ることで鍵が開いてしまって、脳の中に簡単に入るなんてメカニズムが起こるということですね。だから まあ、グルテン摂取すすすするるこここととととにによっってて脳のの中にででねねいいいんんんななななななものが入りやくうじゃかだから、まあ、グルテン過敏症の人とかもいるんですけれども極端な自己免疫疾患が起こったりだとかひどいアレルギーが起こるわけではないんだけれどもなんとなくですねグルテン摂取するとちょっと気分が悪いみたいな調子が悪くなる人をい,いますけれどもそのグルテン過敏症の人ってのはやっぱりですね腸のバリア機能がおかしくなってそれからまあグルテンにさらにこう暴露されることによって。 えー、免疫の状態がこう活性化した状態になってしまう。まあ、その状態で、 えー、さらにですね、まあ、グルテンを摂取するとか、毒素を摂取することによって、こう反応が起こるんじゃないかと、こう言われてるんですけれども、まぁ、あ、コそのものはですね、そのグルテンだけでなくて、他にもですね、まあ、アミラゼとか、トリプシンインヒビターとか、それからフォドマップっていう成分もですね、グルテン結構こう含まれていて、その成分がね、同様に同じようなですね、小麦に対する反応、グルテンに対する反応と同じようなことを引き起こすということもわかっているので、まあ、グルテンだけがこう、小麦の中でね、悪いわけではないんですけれども、まあ、そうなると、まぁ、あ、コそのものですね、同じグルテン、 とかグルテン用の物質を含んでいるですねまウムリとかライ麦は大丈夫でも小麦だけ良くないんだよって人もいるわけなんでまあ、小麦をですね一度こうやめてみるっていうのはなんか胃腸の調子の悪い人にとってみれば実は最初にとってみてですね結果の出やすい作戦の一つだったりするんですねまあ、実際そのグルテンが全ての人に悪いわけではないんですけれどもまあ、結構な確率で そのグルテンを取らない、小麦を取らないことによってですね、調子良くなる人ってはいるのは確かなんで、まあ、いたずらですね、グルテンフリーの食品っていうのをこう求めて食べるって人もいるんですが、グルテンフリーの食品っていうのは基本的にですね、加工食品なんですね。だからグルテンフリーの食品っていうのは、まあ食物繊維のせ飼料とかですね、そういったことにも問題起こりやすいですし、糖分も多いし、結構ね、脂質も多かったりするんで、やっぱり加工的なものを取るということではなくてですね、グルテンフリーにするのであれば単純に小麦を抜いた食品を、まあ、摂取するということですね。まあ、米とか、 味噌とかそういったものを中心に取るってことをすればですね、基本的には日本人の和食ってはグルテンフリーになってるんで、まあそういったものを摂取するようにしていけばいいのかなというふうに思いますし、まあぜひですね、胃腸の調子が悪い人っていうのはまあグルテンフリーを意識しながらちょっと和食に取り組むってことをね、やってもらうといいかなというふうに思います。今日のあの、役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。